影に沈め。釘バットでも楽勝だな。 ソルジャーも投げ切れたかな。
光の戦士。それは予言された希望。カオスを倒し、パラミティアを救う英雄。だけど光の戦士の予言は、ブランクたちを無理やり戦いに引きずり込む雑な物語でもある。だから彼は馬鹿らしくなって旅をやめようとさえした。でも今はカオスと戦う気みたいね。あんまりやる気がありそうには見えないけど、カオスを倒して決着をつけない限り、いつまでも予言に振り回されると思ってさっさとケリをつけたくなったかな。倒しても終わりはしないのに。カオスはひとたび滅ぼされてもいずれ蘇ってしまう。その時は彼に代わって別のブランクが戦う番よ。けれども今は彼の番。王女の思いを胸に今こそカオスをホームランなんてね。そして世界に希望をもたらす。それではボイスの思うツボよ。パラミティアは何も変わらないまま希望を求めて絶望を繰り返す。嫌なの？だから彼を止めに行こうってわけ？いいのかな、それ。そりゃあ彼もボイスや予言のことがだいぶ気に食わないっぽいから、お前が説得すれば戦いをやめるかもしれないけど、彼はパラミティアルールから外れ、お前やガーランドのように世界に命を狙われるんだよ。王女の思いを裏切った異端者として。同じね、あの人と。